雲芸南線雲芸南線は中国 JR バスが運行している自動車路線である。本校では雲芸南線と直通して音名連絡路線の役割を果たしたことがあり、かつて国鉄バス中国 JR バスが運行していた雲芸本線、雲芸線の支線として開設された路線である大田線についても記述する。雲芸本線は 1934年8月に、出雲今市駅とビンゴ10日、市駅を結ぶ路線として開業したのが始まりである。当時鉄道は、ゲイビ線がビンゴ小原駅までしか開通しておらず、木月線も全通していなかった。改正鉄道付設法にある、広島県福山より、府中、三次、島根県来島を経て、出雲今市に、イタリル鉄道及び、来島付近より、 分岐指定隙に、イタリル鉄道という計画線が存在したことから、鉄道線の先行という使命により、バスによる音量連絡を実現したものである。この区間を雲芸本線とし、同時に水戸や時杉を結ぶ佐熊線が開業している。ほか、1935年9月には、雲芸本線と山陰本線を短絡するべく、赤名と岩見大田駅を結ぶ大田線が開業している。 戦後の1950年には、出雲今市三島に、夜行便、銀霊号、若鷹号の運行が開始され、1954年まで続いた。また、1952年には、水戸屋と松江駅を結ぶ松江線が開業している。一方、雲毛南線は、1952年までこの区間を運行していた広島号同自動車が、経営不振により、 路線を手放すことになったため、国鉄バスが車両、乗務員ごと譲り受けた上で開業した路線である。当初は、出雲今市自動車区が担当していたが、1958年に横川自動車区に移管された。1957年の広島バスセンターの供用開始と同時に雲毛南線も乗り入れることになった。1964年以降は、道路事情が改善されたため、 雲毛本線、雲毛南線を直通運行する広島出雲市、広島赤内出雲市間に直通特急便が設定され、鉄道線の短絡を主眼とした音明連絡路線としての役割を果たすことになった。1970年代後半は雲毛南線にとっては天気の時期となった。1974年10月に広島バスセンターの 回収に伴い待機バースが減少したため、秋線の一部を横川駅まで直通させることになったが、横川駅周辺は広島交通、広島バスの営業エリアであったため、協議の結果2社が中深川まで乗り入れることになった。この時期、広島市郊外のベッドタウンとして、かやニュータウンが造成され、まず1975年に広島交通が B10 区へ乗り入れを開始したのに続き、1976年から A110 区に国鉄バスが乗り入れることになった。その後団地の拡大により、路線の調整を行い、1979年からは A1A20 区を国鉄バスが担当することになった。これは国鉄バスとしては数少ない都市型路線で鉄道線の培養という使命を持つことになった。 1986年には、雲芸本線から、中国自動車道経由で、広島へ乗り入れる高速便が新設されたが、一方で1970年代からは、四川区の廃止が、相次ぎ、松江と三次を結ぶ直通便の運行も1980年代までに、中止されている。1989年には、市端電気鉄道の路線と統合する形で、三言号として運行され、 増発も行われたが、一般路線便は、雲芸本線も含めて廃止が進み、雲芸本線の一般路線は、本線、支線とも2003年3月31日限りで、全廃となった。その後は、三琴号の運行に雲芸本線の路線免許が、活用されるのみとなっている。他方、音名連絡便が経由しなくなった、雲芸南線については、 1990年代に三次川の区間が廃止されたことで、音名連絡の使命は消滅、地域路線へと変貌。その後も中国 JR バスの代表的な都市型路線となっている。出雲支店が運行を担当していた。三ッ谷駅、掛屋駅、赤名駅は自動車駅。広島支店が運行を担当している。広島バスセンターは過去には、 広島センター駅という自動車駅扱いであった。2014年11月10日より順次導入される、広島都市圏及びその周辺のバス事業者共通の、系統番号が、かや地循環線を除くすべての路線に割り振られ、元町を経由する便は30号線、二つを経由する便は32号線、広島駅横川駅の区間便と横川駅、 広島バスセンターの区間便は15号線となる。パス P 定期券は、広電バス、広島バス、広島交通、芸用バス、美北交通、ボンバスとの並行区間で、相互利用可能となっている。運行系統、編集路線区分、編集廃止路線、編集、ハット AB バスジャパンハンドブックシリーズ後、中国 JR バス P19 では、雲芸線は、運気線と呼んでいる。 バスジャパンハンドブック5中国 JR バス P24 バスジャパンハンドブック5中国 JR バス P26 バスジャパンハンドブック5中国 JR バス P28 鉄道省国時代370号漢方1934年8月13日鉄道省国時代384号漢方1935年9月21日 鉄道省国時代620号、漢方1935年12月24日、広島県バス協会路線バス、広島県バス協会、2018年6月10日閲覧、共通定期券制度開始のお知らせ、中国 JR バス、2018年7月15日閲覧、ありがとうございます。